どうもこんにちは、ダレスクです。ダイエット中です。ということで、ダイエットがですね、今かなり順調に進んでおりまして。本当ですか？はい、本当です。もうだいぶ結構ね、痩せてきてるという感じがしますので。なるほど。そんな今日はですね、はい、筋肉マラソンをやりたいと思います。筋肉マラソン。筋肉マラソン。なんですかそれは。こちらはですね、はい、こちらのジムの R ブラッドの代表であります、総合格闘家の桜井龍太さんにですね、直々に教わった練習法でございまして、要は筋トレ、大きい筋肉を筋トレしましてですね、その後に有酸素運動をするとですね、かなり脂肪を燃焼しやすくなるということで、ございます。まずは筋トレをしたいと思います。なるほど、筋肉マラソンというのは筋トレってことですか？筋トレです。筋トレマラソンのようにもうあちこちあちこちやる、続けていくということでございます。それで筋肉マラソン。なるほど、そういうことでございます。はいはい、じゃあまずいきたいと思います。こちらです。もうこれスタートしてる。スタートしてるそうです。スタートします。まずはですね、こちらのチューブで補助をつけながら懸垂なんですけども、はい、一番広く広げますね。はい、そうすることによって背中の大きい筋肉を鍛えていきます。はい、よいしょ、いいですね。これ何回ぐらいやるんですか？15です。OK!OK!、OK! OK! 終わりましたね。OK! そして、はい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 、いいね、そしたら次足いきます。足、結構この合間も急ぐのは大事なんですね。そうです、大事ですよ。はい、足これを背中にですね、はいはい、バランスボールを置いてスクワットを、はいはい、いきます。肩幅ぐらいがいいです。はいはい。1、1、1、これも15回ですか？10です。腕は、こう広げるとですね、より効果があるそうです。なるほど。OK 次。次。フッシュ。次はこちらです。はいはい。これ斜めに。はいはい、斜めにセットしましたですね、はい、まあ、こうバーベル上げるんですけど、はい、まあ、胸を、大胸筋を、はい、いきたいと思います。これも15回。はい、そっし、次、はい、次またこちらいきますね。あ、一周した感じですか？じゃあまだ一周してないです。あ、まだしてない。次はこちらに持ってですね、はいはい、こちらの、はい、三頭筋を、はい、ここまで行きたいと思います。よし、はい、15、全部15回です。はい、まだ一周してないですか？まだです。次またバランスボール使います。はい、さっきはですね、スクワットでももの前側、はい、来たから今度は後ろ側を、ああ、なるほど、乗せます。はい、1、おお、いい中に入れる感じで、まだ一周してない。まだです。次はこれで、はい、またこちらと、はいはい、上半身が鍛えてきます。これが、はい、筋肉マラソンでございまして。なるほど。これ大体2セットから3セット、これを、なるほど、2周3周ほどしてですね、はい、その後に自転車など、はい、そういったこう有酸素運動のものをやりますと、はい、かなり燃焼しやすくなってるんで、今体が、なるほど、燃焼するということで、非常にダイエットに、よりつながるということです。